報告によればプラントはほぼ壊滅状態。運用試験を行っていた新型クラルスも帝国軍に奪われたようです。ご苦労だった。そちらの調査が終わり次第帰還してくれ。はっ。まずいことになったな。どうするつもりだ。確かに憂慮すべき問題ですが、グランディガ帝国が新型クラルスを実戦投入するまでは時間を要するはずです。それよりも我々が今危惧すべきはロージェスを落とした敵主力部隊。体制が整い次第攻めてくるでしょう。これの対応を急がなければ。ああは言ったが、あの圧倒的な物量を相手にどうしたものか。機関所属の騎士団用に製造した40機の新型クラルス、せめてあれの配備を結城様に承認いただければ少しは戦えるのだがな。かしこまりました。お伺いしておきます。できれば直接お話を。それはもう少々お待ちください。今のご様子は。一時期のように取り乱すことはなくなりましたが、今しばらく時間が必要かと。そろそろ時間です。お支度を。育て方調べてくれるって言ってたのに。結城様、敵主力部隊がカルダース州への侵攻を開始しました。現在騎士団および現地軍が迎撃に向かっています。関わりたくありません。ただし現有戦力では進行を遅らせるのが精一杯で。聞きたくない。あの時は何にも教えてくれなかったくせに、施設団だなんて嘘までついて、ヘイラさんもイザナもハロルドもヨシワも皆結城様を思ってのことでした。知ってたらヨシワを行かせたりしなかった。私のせいで誰かが死ぬのはもう嫌。イザナとハロルドに任せます。では新型クラルス配備の件もお任せになられては。あれは戦争のために使うものじゃない。テルギアに使ったりしたから。ヨシアはとにかく犠牲者を出さないでください。絶対に守りきる。じゃないとヨシアに顔向けできない。中央カルダース方面軍、敵主力部隊と間もなく接敵します。東部ダイアトス方面および西部オ・リゼッタ方面から敵進行を確認。双方に騎士団ニコ旅団を現地軍と合流、迎撃させろ。了解。三方向からか。現在中央カルダース方面軍が交戦中。東部ダイアトス方面軍、西部オー・リゼッタ方面軍はどちらも3日後の接敵が予想されるとのことです。
西部をリゼッタ方面軍、間もなく帝国軍と接敵します。ユリのやつ無茶してなきゃいいけど、すぐに一人で背負おうとするからな。東部ダイアトス方面軍接敵します。ヨシは私どうしたらいいの？中央カルダース方面軍、膠着状態のまま動きありません。これで7日目か。オ・リゼッタとダイアトスは？西部オ・リゼッタ方面も帝国軍の第6波を撃破の後、48時間の膠着状態が続いています。東部ダイアトス方面同じく20時間動きありません。そうか。ハロルド、少しは寝ないと持たんぞ。問題ない。東部ダイアトス方面から緊急通信、帝国軍の奇襲を受け現在交戦中。艦長、ハロルド総長から通信です。つなげ。ジェームズ、そちらの状況は？向こうも相当消耗しているはずだが、こちらはそれ以上だな。さらに悪い知らせがある。ダイアトスが突破された。このままでは2方向から挟まれる。それだけは避けたい。どうする？シューザ海まで戦線を下げ、陣容を立て直すしかない。勇気様にカルダース州の放棄を進言する。州内の民間人を避難させるための時間を稼いでほしい。オリゼットは？ギガース隊を援軍として向かわせる。今あそこまで突破されたら手の打ちようがないからな。ハロル、お前も分かっているだろ。残った戦力で州内全ての民間人を退避させる時間は稼げない。それはジェームズも承知だ。だがやってもらうしかない。新型クラルスを配備すべきだ。お前何を？共に責任は負う。カルダース州を放棄？中央方面における我が軍の戦死者はおよそ1万5000。このまま戦闘を続ければ犠牲はさらに増えるとのことです。そんな。ハロルド様もイザナ様も犠牲を最小限に抑えるべく尽くしておられます。分かってる、分かってるけど。カルダース州の放棄に伴い我々が失う町のリストです。確認の上よろしければ承認を。辺境の町リーシュも？はい。これがリーシェの町。6年前新型クラルスの事故が起こった場所だ。ここでお父様とお母様が？ああ、でもな、悲しい思い出にしちゃわないようにって国のみんなが協力してこの場所に町と記念碑を作った。だからここには今でもずっと王様と王妃様の思いが残ってる。みんなを笑顔にしたいって思いが。みんなを笑顔に？俺は勇気ならいつかその思いを形にできると思う。本当？ああ、その時までこの俺がお前を守ってやるからな。でもこれでたくさんの人が助かるんですよね。少なくとも無意な戦闘は避けられます。わかりました。カルダース州の放棄を承認します。わかっている。リーシュは勇気様にとって特別な場所、そして私にとっても。12年前、ソレイユ、グランディーガ両国の科学者が協力して行った新型クラルスの開発。ついにこの時がやってきた。グランディーガ、ソレイユ、両国が誇る科学者たちの飽くなき情熱と対話の努力が実を結ぶ時が。この新しいクラルスの誕生は今を生きる我々の、そして
未来を生きる子供たちの希望となろう。分析官として夫と共に携わった私は運用試験の立ち会いを兼ねセレモニーに参加した。この世界がより豊かに。それは突然だった。何者だ。この会場と実験装置に爆弾を仕掛けた。罪のない命を奪いたくはない。新型クラルスを破棄しろ。あれはこの世にあってはならない力だ。どいてくれ。時間が押して乗せろ。もう心配いりませんよ。意識回復、脈拍50、血圧95の65、シアノーゼなし、呼吸安定しました。 PVR 上昇、平常値になりました。結城様が問題ない。目を覚ますと1ヶ月の時が経っていた。私が昏睡状態の間にソレイユ王国はグランディーガ帝国に対し、国王の死は帝国軍兵士の無謀な行動が誘発したものであると非難。両国は国交断絶状態に陥っていた。エトワールさん、我々が安否確認を行った上で犠牲になったと思われる方々のお名前です。そして私は家族、帰る場所、すべてを失った。お体の具合はいかがですか。幾分かは。本日お越しいただいたのはエトワールさんにお礼を申し上げるためです。え、覚えておいでですか。あの時の。この方は亡き国王夫妻のご息女、結城ソレイユ様です。結城様、あなたに守っていただき一命を取り留めました。ビローン。ユキ様、ユキ様。こうなるともう誰も手がつけられないのです。私は結城様に仕えることになった。レイラさん。結城様、
着替えを。え？ねえ、レイラさん。はい。もしかして、私がいつもこの格好でヨシアと抜け出してたこと。気づかないとでも思っていたのですか？お父様とお母様はどう思うかな、カルダース州のことを知ったら。ご自身の感情よりも国の人々を最優先されたご決断、お二人はきっと誇りに思っていらっしゃるでしょう。もちろん私も。本当？ええ、立派なソレイユの王女だと。そうだよね、王女だもんね。ありがとう、レイラさん。州内の退避はほぼ完了しました。残るはリーシュのみ。退避完了時間ひとひと丸々予定です。よし。ユキ様、王女として見届けるべきかと思いました。ユキ様、ヨシアのことは？事情は分かっています。申し訳ございません。避難の状況はどうですか？はい、全て滞りなく進んでおります。そう、リーシュの退避完了しました。エクセスアルカにつなげ。了解。ジェームズ、時間稼ぎはもう大丈夫だ。前線を下げてくれ。了解。退避作業を終えた部隊と合流し、防衛線を構築する。ここまでで小波のテオルギア358、中波126、大波0、新型クラルス搭載機も全機健在。新型クラルス。申し訳ございません、結城様の許可なく新型クラルスを配備いたしました。どうして？州内の民間人すべての退避が完了するまで敵を足止めするには何としても新型クラルスの力が不可欠でした。私が口添えを。どのような罰もお受けいたします。新型クラルスを使ったおかげで皆を無事に退避させることができた。そうですね。はい、間違いありません。わかりました。ただし今後は全て報告してください。はっ。リーシュ現地の偵察部隊から緊急通信。どういうことだ？ここを黙って明け渡すわけにはいかない。俺たちの家族が平和を願いながらも命を落としたこの場所を。ハロルド、あの人たちを助けなきゃ。帝国軍が目前に迫っています。今戦えば全滅。戦ってほしいんじゃない、助けてほしいの。言ったよね、犠牲者を出さないために新型クラルスを使ったって。もう誰も死んでほしくない、お願い。ラルーア隊、リーシュに引き返し民間人を収容。それ非王国よ、永遠なり。間に合った。収容急げ。帝国テオルギア接近、数およそ20。収容しました。直ちに離脱しろ。早く。帝国軍テオルギア、さらに来ます。
出撃許可を求めています。ダメだ、許可できない。ハロルド、どうして？今増援を出してもより被害が大きくなるだけです。エクセスアルカまで失いかねません。でもこのままじゃ。ねえハロルド、お願い逃げて。戦争なのです。私はただにより防衛線が崩壊。繰り返す、敵攻撃により防衛線が崩壊。帝国軍トレイユ州内リーズ川方面へ進行を開始しました。